はい、どうもこんにちは。今回はまた逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回はっていうか前回で終わったと思ったんだよ。正直前回で終わったんだよ、言ってしまえば。そしたらなんか第5話みたいなのが開いて、なんかなるほどじゃないやつが真ん中にいる話が解放されたから、多分そんな、なんか次のシリーズだと逆転裁判2につなぐためのなんかちょっとした話かなと俺は思ってんだけど、まあ、とりあえずやっていうか、僕は一度も法廷に立っていない。依頼はあったけどなんとなくその気になれなかった。そう、あの日彼女が訪ねてくるまでは。2月22日午前10時2分なるほど法律事務所、なるほど法律事務所か。やれやれ、依頼を引き受ける気はないのに、どうして毎日事務所を開けてるのかな僕。ああ、やっと帰ってきた。誰いや、まあ髪型的に迷いちゃんか。いやでも2ヶ月でこんなならないだろう。ちょ、まだ分かるまで声は普通でいこう。もうどこへ行ってたんですか。お姉ちゃん裁判もう明日なんですよ。姉ちゃんの裁判。あの君は、そんなことより今大事なのはあなたが弁護士の綾里千尋さんだという事実です。は？あれもしかして違いました。すいませんが綾里千尋はそのもうここには。じゃああなたはお茶組の人ですか。あ、じゃあ迷いちゃんではないな、この人誰だなるほど理事です。一応弁護士の。なるほどなるほど。あ、もしかしてあの三剣健児殺人事件の。まあそのところです。三剣は死んでないけど。あ、よかった。この際贅沢は言ってられないし、悪いけど今はちょっと依頼を受けていないんですよ。え、でもなるほどさんですよね、弁護士で無敵の。とにかく今は事件を引き受けていないんですよ。申し訳ありませんけどお願いです、もう時間がないの。そう言われましても。お姉ちゃんが。はあ、迷いちゃんって見えなくもないもんな別に。わかりました。あ、その迷いちゃんと千尋さんのその関係と同じような状況にあってるこの子を放っておけなかったんだ。わかりました。お話を伺いましょう。本当ですか。ありがとうございます。私、科学捜査官の宝月茜です。全然関係なかったな。迷いちゃん全然関係なかった。お前の声どうしようかな。でも、綾里家の声引き継ぎたくないよな。なんか、お前ごときに。逆再2とかでもさ、出てきそうなんだよね、一応。綾里家は、ぱっと見。ぱっと見2と3にいるんだよな。迷いちゃん。パッケージに。だから多分、お前は普通でいいわ。俺と声一緒でいいわ。あかねさんでしたっけ？確か科学捜査官とか。ええ、そんなんです。それが何か。それにしたら随分落ち着きが、いや若いなーって。あ、申し遅れました。今年で16歳になります。ああ、そうなんですか。て、ちょっと待って、16歳。あと3年もすれば正式に鑑識課への配属が決まりますから。私ちょっとしたもんなんです、すでにこの年にして。もう、あの、現在の職業を正確に言うと、まあ科学的にあえて厳密に言うのであれば回りくどいな。高校2年生になるのかもしれませんけど、でも私は身も心もすでにこの年にして、もう、やれやれ、卵か、この子も。それで事件っていうのは確か裁判は明日だとか。あの、お姉ちゃんじゃありません。ん？人をナイフで刺し殺すなんて、殺人事件なんだ。お姉ちゃんが刺したとこを見た人がいても関係ありません。
だって私科学的に知ってるから。お姉ちゃんは目撃者がいるんだ。とにかくお姉ちゃんと話してお話ししてみてください。ああ、そうさせてもらうよ。本当は綾里千尋さんを連れて行くって約束したんですけど。そういえばどうして知っていたんだろう、千尋さんのこと。でもさ、千尋さんはだってもうニュースなってないのかな。大きくなったら科学捜査官になりたいんだ。なんですか、私子供じゃありません。それにしても随分マニアック、具体的な夢だね。これからの捜査はもっと科学的に犯人を追い詰めるべきですね、そう思いませんか。はあ、目をキラキラさせているぞ。そうすればお姉ちゃんだってきっと。お姉ちゃん、私いろいろ勉強してますから、そのうち見せてあげますね、最新の科学捜査の何たるかを。楽しみにしておくよ。とにかく留置所へ行ってお姉さんの話を聞いてみるか。お姉ちゃんが言ってたんです、綾里千尋さん学生時代の後輩なんだって。千尋さんの先輩か。いつか弁護士が必要になったら千尋さんにって昔よく言ってたから。だから私、ちなみに千尋さん女性だけどね。千尋、私もうすうす変だなと思ったんですけど、なんだかお姉さんと仲がいいみたいだね。え、急にそんな顔するお前。今のお姉ちゃん私好きじゃありません。今の。でも私にはたった一人の家族だから。たった一人。あの、ご両親は。小さい頃に交通事故で亡くなっちゃいました。そうなんだ。重いな。てかさ、これどういう気持ちで俺は行けばいいの、これから。これは1話完結だと思って今望んでるんだけど、まさか1話完結じゃない。なんかさっきも触れたけどさ、パッケージ見たらさ、こいつが真ん中にいんのよ。この子が真ん中にいるのよ。なんかこっからが本番みたいな。まさか。結構ボリュームあったけどな、すでに。え、どうしたんだろう。あかねちゃんここへ来てから急におとなしくなっちゃったな。監修、面会は断ったはずですよ。すいません。しかし妹さんがですね。言い訳は聞きません。来月の給与査定、楽しみにしておくことです。お、この口ぶりあれじゃん、一緒じゃん、あいつと三剣と。はあはあ。なんだか。え、なんか偉そう。お姉ちゃん、私の記憶違いかしら。かぶっちゃいけない、挨拶だけどかぶっちゃダメだ。ここへは来ないようにと言ったつもりでいました。二度と。私だって来たくなかったよ。だけど裁判はもう明日だし、弁護士さんだってまだ。被告席に立つのは私、あなたには関係ありません。そうですね。なるほど、龍一弁護士知ってんのかお前。は、僕のことを知ってるんですか。千尋さんから伺っています。あなたのことはいろいろ。あなたはどういう、なんか軍隊じゃない、これ軍隊みたいな、バッチつけてるもんな。ほおずきともえと申します。地方検事局主席検事です。検事さんなんですか。検事さんってこんな格好すんの、偉くなったら。この姉妹偶然なのか。あかねちゃんにともえさん、どこからどう見ても確かにね、顔とか何もかも似てるよな、見た目が。どうしたんですか、なるほどおさん。これなるほどが見てる幻想じゃないのこれ、大丈夫か。最初に申し上げておきます。ご存知かもしれませんが。なんでしょう。
今回の案件では被疑者は全面的に容疑を認めています。え、ちょっと待ってよ、被疑者って、つまり真犯人はこの私、いかがかしら。なるほど、弁護士、とにかく何があったのか話していただけませんか。結構話すんだな。そこは協力的なんだな。事件が発生したのは昨日です。2月21日午後5時15分。随分はっきりしてますね。目撃者の証言です。私、犯行の瞬間をはっきり見られましたので。それはどうも、その運が悪かったですね。現場は地方検事局の地下駐車場。遺体は私の部下の車の後部トランクから発見されました。検事局ですか、部下の車ね。この私が現行犯で逮捕された場所でもあります。やれやれ。それで亡くなった被害者というのは警察局の捜査官、いわゆる刑事です。刑事さん。死因は失血死です。胸部をナイフで一突きしましたので。あなた側ですか。即死には至りませんでしたが、それが致命傷だったようです。はあ。なるほど、弁護士、もう一度言います。被害者は刑事だった。これが何を意味するかもちろんお分かりでしょう。ええ、何を意味するんですか、なるほどさん。それはもちろん、その警察は一審にかけて有罪判決を取りに来る、そういうこと。いかなる手を使っても私を追い詰めようとするでしょう。やれやれ、とんでもないことになっちまったな、今回も。それであなたは確か首席検事とか。そうです、地方検事局が抱えている全公判をマクロな形で把握して、適切な検事のアテンドとケア、彼らのタスクを常に管理する。簡単に言えばそんな職務でしょうか。絶対もっと簡単に言えると思うけど。ちょっと新たな意識高かったな。それよりも、あなたは地方検事局の首席検事の顔も知らなかったんですか。え、ありえないこと、そう申し上げるほかありません。あのお姉ちゃん、その手の包帯どうしたの。ああ、ここ、これかしら。ちょっと自分の手を切ってしまいましたの、刺すときに。私もさすがに殺人には不慣れなものですから。やれやれ、こんなのを弁護しろってのか。そういえば確か先輩なんだよな、千尋さんの。あの、失礼ですけど先輩なんですよね、綾里千尋さんの。茜がそんなことまで。いいじゃない、こうして事務所から連れてきたんだから。あらゆる意味で彼女と共通点があるようには見えませんけど。受けの嘘だよ。法科大学時代のことです。私が3回生、彼女は特別聴講生。周りの学生とは明らかに雰囲気が違いました。雰囲気が。弁護士になるためならば何でもやる、そんな迫力が。きっとだからこの私に近づいてきたのでしょう。どういうことですか。お姉ちゃん、首席だったんです、法科大学で一番優秀なんです、私は。はあ。あ、ちなみに私も優秀ですから。姉妹で同じことを言っても全然違って聞こえるな。やっぱね、やっぱ態度から変わるからな、聞こえ方も。同じ言葉でも。さて、いかがかしら、なるほど弁護士。はい、私はこの通りやったと申し上げているのです。この案件を引き受ける、ありえない選択と断言できます。お姉ちゃん、いつもそう。お姉ちゃんはいつも自分のことしか考えてないんだ。はあ。私知ってるのに、お姉ちゃんはやってないって。なのにどうしてそんなこと言うの。お姉ちゃんがいなくなったら私一人ぼっちになっちゃうんだよ。お姉ちゃん、お姉ちゃんなんて大嫌い。嫌いだったな。お姉ちゃん、
なるほど、弁護士。はい。どうやらこの面会もここまでのようですね。あとは、あなたにお任せいたします。それってつまり、弁護の依頼ということですか？難しく考えないこと、依頼人は罪を認めているのです。これヒントなのかもしんないね。そのお姉ちゃんじゃないわ。なんだお前。この、ともえさんの、ともえさんからのヒントなのかもしんないな。ともえさんは罪を認めている。しかし、一つだけどうしても気になることがあった。あかねちゃんのあの目。何かこの事件にはまだ見えていない部分がある。すいません、なるほどさん。ん？何のことかな？お姉ちゃんがその、あんな感じで。まさかまたケンジさんを依頼す、ケンジさんを弁護する羽目になるとは思わなかったよ。お姉ちゃん、昔はあんなんじゃなかったんです。優しくて、いつも笑っていて、みんなにも好かれていて。想像がつかないぞ。悪いけど。何かあったのかな、お姉さん。私にもはっきりした理由はわからないんですけど、心当たりがあるような、ないような、あるような、科学的に割り切れない事情がありそうだな。とにかく現場に行ってみよう。検事局の地下駐車場だっけ。はい。行こうか。やべ、どうしよう。これ完全にこのパートで、このパートで最終回のつもりだったから、やべえ、モチベーションが上がんねえ。やばい。ちょっと眠いし。ここが事件のあった駐車場か。ごめん、滑舌も悪いかもしんないわ。演技もちょっといつもよりは。ちょっと待てよ。まだ捜査中みたいですね。そういえば、検事局に来るのって初めてだな。皆さん、ご苦労様でーす。何してるんだよ。あ、ほら、私も3年後には仕事仲間になるわけですから。ここは一つご挨拶を。あのね、弁護士には現場を捜査する権利はないんだよ。あんまり派手に目立つと。へい！それで寿命を気取ってるつもりかい、カウボーイ。誰こいつ？誰こいつ？誰？まともな職についてないだろ、お前。まともな職についてない人の見た目してるもん。どうしよう、お前の声。なんか、LINE キャラが変わりすぎて。どうやら、牧場をはぐれたバンビーナが追い倒しているようだよ。しっかり縄で繋いでもらいたいもんだね。ザエモンさん。ソルナ。汚ねえからソルナそこで。ザエモン。このアメリカ人の名前か？いいかい、バンビーナ。君の気持ちはわかるさ。だがしかし、ここは俺たちのゴールドラッシュ。わかるだろう。ゴールドラッシュ？証拠というお宝が眠る夢の金庫、縄張りなのさ。争って腹なら、ただすまないね、カウボーイ。声のサボテンが見る夢、あんたも見てみたいかい？意味がわかんないよ。とにかくお家へ帰ることさ。あばよ、バンビーナ。帰っていった。あの、今の宇宙人、外国人、君の知り合いなの？え？あ、はい。まあ、捜査官というより保安官だよな、あれ。何この終わり方。この終わり方おかしいだろ。こんなところに意味ありげなドアが。ドアに意味なんてないよ。くっ、開きません。謎の鍵がかかっています。鍵に謎なんてないよ。なるほど、冷たいね。なるほどさん、もっと人生を楽しみましょうよ。先に捜査を進ませようよ。全部論破すんじゃん。ここは車の出口ですね。床の矢印を見ると入り口みたいだけどね。何言ってるんですか。どう見ても出口じゃないですか。まあ出口であると同時に入り口でもあるということかな。
あ、それ、あの有名な相対性理論ですね。え、はあ。メモしとかないとね。あ、ねえねえ、なるほどさん。どこの国の人でしたっけ、相対性さんって。相対性さん、アインシュタインじゃないの？知らないよ。怪しいな。これは財布かな。財布かそれ。あのすいません、おまわりさん。ちょ何してるんですか、なるほどさん。何って、財布を拾ったらちゃんと警察に。いいですか、現場で拾ったものは証拠物件なんです。もっと科学的に行きましょう。ほら、ポケットにしまうしまう。科学的って、泥棒にされちまったぞ。さあ開けてもいいだろう、開けろよ。さあ私の出番ですね。すでにこの年にしても特別に証拠品を詳しく調べる方法を教えちゃいますね。詳しく調べられるのか、お前がいることで。異様に嬉しそうだな、目がギラギラ輝いているぞ。じゃあ早速法定記録を見てください。はいはい。何これ。証拠品は縦から横からじっくり見るのが大事なんです。さあさあ調べてみましょう、いろんな角度から。え、あ、すげえ。何これ。あ、なんか挟まってんね、どら焼きみたいな。ドラ焼きみたいな、ドラ焼きみたいなんぞ。あ、そこ何か手がかりありますよ。手がかりっていうかボタンじゃないの、開けろよこれぐらい普通に。あ、なんかちゃんと操作してる感あるわ。てか急に進化したな。これは ID カードかな。操作感正しき道を ID58421189。ほらほら、どうですか、便利でしょう、科学操作。そうだね、科学はあまり関係ない気がするけど。証拠品を見つけたらいろいろ調べてみましょうね。なんというか気が抜けなくなったな。全部調べられるのか。じゃあ持てるものはね。それやりたかったな、その1から4話まで。あ、はしごですよ。逆転裁判2からこのシステムなんのかな。それは脚立だよ。どっか違うんですか、科学的に証明してください。科学的、もっと本質見ましょうよ、なるほどさん。なぜだろう、甘酸っぱい気持ちになってきた。あれでしょ、青いレモンの香りやろ。すげえ曖昧だけど。あ、ありそう、証拠。お、電話がありますよ。どれどれ。こらこら、勝手に触らない方がいいよ。何も聞こえません。私の耳変になったのかも。気圧のせいでしょうか。何をバカなことを。あそこ、何ですか。聞こえてるじゃないか。電話が壊れてるんだよ。今うまい証明したな。確かにな。ちょっと邪魔ですね、この壁。小さな蛇口がついてるね、水道の。あ、もしかしてこれ。壁は世を忍ぶ仮の姿で、その正体は非常の短かもしれません。どっちでもいいんじゃないかな。あとドラム缶ぐらいかな。重いです。さすがにこれは私でも。こっちのドラム缶は倒れてるね。あ、私この中に入って張り込みしましょうか。そんなところに入ってたら逮捕されちゃうよ。ただでさえ怪しいのに。怪しくない。終わったくない、大丈夫かな。あ、スライドできるわ。いやー、すごい、めちゃくちゃ情報量多いじゃん、急に。さあ、こうなったら調べまくっちゃいましょう。これは何かな。どうやらカウボーイ、おとなしく帰る気はないようだ。そるな、そるな、ヒゲを。さっきの保安官言ったはずだよ、ここは俺たちのそんな縄張りさ。おとなしく帰らないと弾丸を噛むことになるさ。怖え。せめてあの赤い車の持ち主だけでも。
やれやれ、鼻の利くコウマちゃんだね。死体を加えた赤いジャジャ馬のご主人を知りたいってわけだ。お願いします。ほら、いいだろうさ。マチネにはちょうどいい時間だ。12階のこのサルーンに行ってみるといい。今ならうまいエールにありつけるかもだぜ。どうもこの人、国境と時代を飛び越えてるんだよな。マチネ、サルーン、エール、後で調べておくことっと。上級検事執務室1202号、行ってみるか。とにかく車の周りは立ち入り禁止にさせてもらうよ。遊びたけりゃこの辺にしておくことだね。やれやれ、仕方ないな。よし、この辺だけでもしっかり調べましょう。ちょっとよろしかったかしら、そこのお二方てか、全部新しいじゃん。せっかく声気づいてきたのに、さ、これまで。おにぎり夫人。なんだ、まさか。弁当屋さんかな、殺人現場なのに。は？はい、こちら、鶏そぼろ弁当でよろしかったかしら。あ、どうもすいません。そちらの殿方も。あ、お、違う弁当。無理弁当でよかったかしら。ああ、僕ももらっちゃったよ。こちら関係者以外は立ち入り禁止ですのよ。特に一般の方はお分かりだったかしら。あ、でもあなたもその関係者には見えませんけど。これはまた随分なご挨拶ですわね。このゲロまみれのお経も今は昔儚い夢。ゲロまみれ？あなたが？私お腹いっぱいだし、やっぱりこの弁当は。私この件には深いゆかりがございますのよ。今も目に焼き付いていますの、あの艶っぽい姫事が。姫事？やれやれ、じれったい小娘だね。あ、脇目が変わった。捜査官が刺されたあの事件に決まってるだろうが。私、犯行の瞬間をはっきり見られましたので。声かぶるわ、お前らさんに。俺もあやさと、俺迷いちゃんにとってんのよ、声。あの声は。じゃあお姉ちゃんが言ってた目撃者って。詳しく聞かせてください、ゲルマミレさん。一の谷強化ですわ。あ、でも今、分け目逆だからあれだわ。あれだわ、多分おとなしい方だわ。以後お見知りおきよ。さもないと、来た。お経のかかとにむせび泣くことになるだろう、なるだろうさ。はい。なんだこの、無茶な迫力は。ちょっと時間いい感じなんだよな。ここで一旦切るか。はい。普通にがっつりストーリーある感じだから、まだね、これからもね、やっていこうかなと、楽しんでやっていこうかなと思うわ。ただこれ5話で終わんのかな。なんかなんとなくさ、結構ここまでボリュームまあまああったし、そのなるほどがちゃんと解決してる授業じゃないわ裁判は多分一通りやったから、多分特別編だと思うけどな、この1話は。まあまあ、とりあえずこれからまだやっていこうかなと思うわ。じゃあ、あざした。